ナルボンヌ包囲戦は、752年から759年に、かけて、ピピン三世率いるフランク王国軍が、ウマイヤ朝残存政権のアンダルス政権が支配し、ガロローマ人や、西ゴート人が住むナルボンヌを攻略した戦い。防衛側の名目上の支配者は包囲戦中の756年に、コルドバ市長国に移行している。ナルボンヌは、 ガリアに侵攻したイスラーム勢力の最後の取り出であり、ここにこもるゴート人やガロローマ人の貴族たちはフランク人に従うことを拒んでいた。すでに中東では包囲戦開始前の750年にアッパース革命の勃発でウマイヤ朝が滅亡しており、ユースフ、イブンアブドアルラフマーンの統治するアンダルスは独立政権と化していた。751年、フランク王国救済だった。 ピピン三世は、教皇、ザカリアスの指示の下で、メロビング朝の王キルデリク三世を追い落として自ら、王位につき、全く自由に、フランク王国の勢力を一方面に注ぎ込むことができるようになった。その対象となったのが、サラセン人からのプロバンスとセプティマニアの奪還であった。彼の父、カール・マルテルは以前この地域の征服を試みたが、 ゴート人貴族の支持を得られず失敗していた。しかし今回は、ゴート人の白、アンセムンドに引きられて、ニーム、アグド、ベジールといった諸子がフランク王国方についた。またモギオもフランク軍に降伏した。しかし、ナルボンヌを統治していたハクミロは、町に駐屯していた強力なアンダルス部隊に、牽制され、アンダルス政権側として、ピピン三世と戦うことになった。 752年、フランク王ピッピン三世は、ナルボンヌを包囲した。彼の予測は、楽観的であり、短期間で、町は陥落すると見ていた。しかし、包囲戦は長期化し、754年には、同盟者アンセムンドが、ライバルのゴート人派閥によって殺される事件が起き、抗議軍は大きな打撃を受けた。これを受けて、ニームでは、反フランクのゴート人が反乱を起こしたが、 ピッピン三世はこれを迅速に制圧し、アンセムンドの後継にフランク人の長官を置いた。ピッピン三世と敵対していたアックイタニアコーワイファリはバスク人の部隊を率いてフランク軍の後方を脅かした。また、フランク王国にはナルボンヌを海上封鎖できるような海軍がなく、アンダルスから来た補給船が自由にナルボンヌ市内に入ることができたため、 ナルボンヌ守備隊は極めて長期間にわたり、包囲戦を耐えることができた。しかし、アンダルスの情勢が不安定になるにつれ、ナルボンヌ氏は、アンダルスからの補給を受けられなくなっていた。756年、イベリア半島の支配者、ユースフ・イブン・アブド・アルラフマーンは、サラゴサで発生した反乱を鎮圧し、すぐさま南方から侵攻してきたベルベル軍への対応に向かったが、 無サらの戦いで破れ間もなく殺害された。政権を奪い、コルドバ主長国を建てたアブドアンラフマーニ一世は、北西イベリアやセプティマニアの情勢への対処を後回しにしたため、この地域は事実上指導者、支援者を失う形となった。759年、ナルボンヌ守備隊は、アンダルス部隊を粛清した後に城門を開き、フランク軍に降伏した。これは、直前に、 ピッピン三世がゴート人の法やジッチの容認を約束し、セプティマニアのゴート人貴族が彼への忠誠に傾いたことを受けてのものであった。ナルボンヌ陥落後40年にわたりセプティマニアを支配してきたサラセン人はイベリア半島に撤退した。ピッピン三世は法威戦開始の5年前にナルボンヌを逃れ、トロスに退いていたミロウというゴート人に町を任せた。 セプティマニアを平定したことで、フランク王国の矛先は、唯一残った、反抗勢力であるアクイタニアのワイファリに移った。包囲戦ゴルシオンを抑えた、ピピン三世は、トゥールーズ、ルエルグ、アルビを攻撃し、ワイファリとの正面対決に向かった。ありがとうございます。